だいたいその子供の頃とかに、まあ、中高生ぐらいの時に、ヘイローとか COD で育ったアメリカの人たちが一番多いんだって。旬どけする方が初心者に厳しいわね。僕めっちゃ逆だと思うんだよな。旬どけする方が初心者に優しいと思うんだけどね。そうね、なんか、どんなゲームでも、なんか最近なんか、ウォーゾーンは初心者はきついみたいな、初心者は駆られるだけだみたいなことを耳にするんだけど、ウォーゾーンむしろ他のバトルより復活もあるし、から、まだ初心者にもっと優しいというか、めっちゃカジュアルな方だと思うけどね。まあ、しょうがないけどさ、どんなゲームでも、そうだけど、対戦ゲームだったらしょうがないんだけど、まあ、上手い人は勝つよね、そりゃさ。上手い人は勝つよ。でもバトラーは運要素があるから、まだ、ウォーゾーンとかも特に。だって、正直、なんか初心者がだから、隠れて、上級者の裏を取っ、ね、不意打ちをついて勝つこともできるわけじゃん。バトラーは。むしろ、バトラーは、ウォーゾーンとかも、まあ、他のバトラーゲームもそうだけど、まだ優しいよ、初心者には。6対6とかのその COD のマルチとか、その少人数の、よりこう、初心者きついわけじゃん。そんな狭い部屋にさ、上級者戦わせられるっていうのは。僕の英語の先生が、まあ、アメリカ人で、もうゴリゴリのゲーマーで、まあ、すごいいろんな FPS ガチでやってるんだけど、で、なんか昔 L4D2 とかってそういう、本当に十何年前かなとかの世界大会で勝ったりした選手だった人がいるんだけど、アメリカ人で。で、その人に、まあ、日本となんかアメリカこう流行ってるゲームはこうすごい違うけど、まあ、具体的にそのバトロワとかね、なんかどういう違いがあると思うって聞いたら、アメリカのプレイヤーは、やっぱり、その、バトラーは、すごくこう、脳筋って言ったらあれだけど、まあ、アグレッシブなプレイヤーが多い。しっかりこう、ゆっくり立ち回る、勝ちに行くっていうよりは、もう、結構動き回って、キルを楽しむっていう、だから本当ウォーゾーンが合ってるんだろうね。っていうのもあるし、向こうのその、今、10代後半とか20代前半、20代後半のプレイヤーが、大体その子供の頃とかに、まあ中高生ぐらいの時に、ヘイローとか COD で育ったアメリカの人たちが一番多いんだって。だから、こうリアリティ系な戦争系とかその、ほんとゴリゴリの現代戦とかそっちのファンが圧倒的に多いんだって、向こうは。アメリカは。まあ確かにその十何年前コンソールで流行ってた FPS というのはやっぱり COD、あとヘイローとかだったから、やっぱそっちのそのアニメチックなものよりそういう現代戦な方のファンが多い。だからやっぱウォーゾーンに人がいるっていう。で、フォートナイトとかは、まあ、すごいアニメチックだけど、海外人口、まあ、結構いるじゃないですか、今も。だけど、結構大人のプレイヤーは、その、フォートナイトからウォーゾーンに行ったんですよね。英語、フォートナイト有名配信者、結構ほとんどウォーゾーンに行ったじゃないですか。有名、ティーフューとかね、いろんな人たちが。で、やっぱフォートナイトに残ってる人たちって、すごい若い子供の子が多い。すごい、だから、本当に新しい層が、フォートナイトには今、多い。で、20代前半後半の FPS ファンはウォーゾーンに今人がいるっていうのがアメリカの人口の感じなのかな。なんか、旬どけする方が初心者に厳しいわね。僕めっちゃ逆だと思うんだよな。旬どけする方が初心者に優しいと思うんだけどね。昔、まあほんと昔流行ってた FPS が、まあ、COD とヘイローだったんだけど、で、ヘイローはね、体力がめっちゃ硬いんですよ。バースト武器ヘッドショット4ショット当てないと倒せないっていう、めちゃめちゃキルタイムが高くて、で、基本的にチームショットが絶対、一人で打ち合うなんて絶対ありえないみたいなゲームだったんだけど、まあ、そういうゲーム性だと何が起きるかっていうと、初心者がちょっと上手い敵チームと当たった時にもう絶対勝てないのよね。マジでゼロキル、初心者側ゼロキルで終わるレベルで難しい。その上級者はもうチームショットか、中級者上級者はチームショットしっかりやってくるから、ソロで戦おうとする初心者も絶対勝てなかったんですよね。まあそのゲームはなんかじゃあランクシステムとかあって、まあカジュアルはなんかレーダーが常時オンだったり、まあその辺でバランス取ってたんだけど、まあそういったように体力が硬いとね、チームゲーになってよりこう初心者が、まあ一人でファラーって打ち合いに行って勝てるって
ていうシチュエーションがかなり減ってくる。まあ、ヘイローに比べたら、その BO4 なんてめちゃめちゃ柔らかい。そんなレベルじゃないぐらい硬いから、ヘイローって。で、その時期に、その COD が、最初ヘイローだったんだけど、その後にCOD はこう流行り始めて、で、その、COD はなんで流行り始めたかっていうと、あ、話一回戻すと、そもそも、コンソールで初めて流行った FPS って、ヘイローなんですよね。ヘイロー3が同時接続者数100万人当時 Xbox で、あの当時のコンソール機でそれだけ人がいるってとんでもないから、でギネス記録いったのかな。でヘイローだったんでね、最初始まったコンソールの FPS っていうのが。だけどその後に COD が出てくるんだけど、なんで COD が流行ったかっていうと、ヘイローよりカジュアルだったからそう、本当にそれ。ヘイローより体力が少なくて、初心者でも全然上級者に全然キルが取れる、めちゃくちゃカジュアルに戦えるっていう理由で COD が流行ったんですよね、そう当時。 COD のその体力が低い良さはやっぱりその不意打ちで、今みたいに不意打ちで一瞬でキルできるから、初心者でも上級者にワンチャン勝てるっていうことがあり得る。今のヘイローだったら、こっちが僕先に撃ちましたけど、ほぼほぼヘイローだったら勝てない、正直上級者に。多分その最近新しく入った層はやっぱりそのバトラーから入りましたよって人は、そういう昔のことをね経てないから、経験してないから、確かに瞬どけする方がなんか難しいって、急に撃たれてすぐ死んじゃうって思うかもしれないけど、まあね、体力高いゲームは本当ね、チームゲーになって上級者ゲーになる。あぶね、よしよし、ダブルキル取れた。あぶね、あぶね、あぶね、ダブルキルはしっかり取れたぞ。あぶね、ラグいからワンチャン負けるとこだったな、これ。うっ、うそ早いな。あ、え、今シストね、あぶね。やった、危なー、マジ回線悪いからマジで負けるワンチャン。ナイス。待って、死ぬな。あ、あれ、これロードアウトじゃね。ええ、なにこのロードアウトみたいな武器。え、これバグじゃない？ランボ。いや。うおぉ！え、全員やれたんじゃないこれ。屋上的全員やれたんじゃないかこれ。なんかロードアウトみたいな武器ある、マジ。なんだこれ。危ね、これロードアウトだよね。ちょっと、あ、やれね、あれ。いやー、きっつー。あー、きっついそれは。